はい、ケイカモツの創業を展開しております合同会社モテナス便代表社員の椎根志春です。今回もですね、YouTube をご覧いただき来ていただいた S さんのインタビューですね、をお送りいたします。今回はですね、現在不安なこと心配していることを前回伺ったんですけども、まあ、車のことと、支払いサイトのことが、まあ、現在心配しているということだったんですけども、その不安を今日解決できましたかという、質問になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。車に関しては、はい、まあ、レンタル、または自分の車にホロをつけるか、そういういくつかの、まあ、選択肢があるので、まあ、それはもうちょっと話しながらやっていこうと思ってます。で、お金に関してっていうのは、まあ、前回翌々月って言ったんですけども、それもまあ相談によっての、まあ、可能ですよっていう話もあるので、まあ、それはもうある程度納得済みというか解決しました。そうですね、一応、要相談ということで、要相談ということで、はい、ご理解いただけたらというふうに思います。はい、はい、ということで、S さんのインタビューはまだまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。